モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語牛乳とヨーグルトのギフトセットプレゼント。これね、どういうセットかというと、低温殺菌ノンホモ牛乳、そしてミルクコーヒーがそれぞれ 800ml ずつ、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多あまおがそれぞれ 900ml ずつというすごく美味しいセットです。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。お名前が龍一郎さん、30代。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。モーニングジャムに出会っておよそ20年。20年、中地はいつ寝てるんだろうかと毎日思いながら楽しくあのね、そんなにもう今はね、もういちいちは本当に自分でもいつ寝てんのかなっていう本当ですよね。朝月金、昼月木、そして夜月木っていうレギュラーをやってたことがありましたからね。よかったですよね。で土曜日もあったっていう。何人かいる説まで上がってましたもんね。そうですね、双子っていう、双子は本当なんですけれどもね。嘘つけ、もう本当に酔っとんのかこいつ。それはおよそ10年前に起こった我が家の出来事。うちは北九州の田舎の方で、もともと兼業農家だったんで、自宅の1階一部分が農機具置き場や採れた野菜なんかを箱詰めするスペースになっていたんです。いわゆる納屋というやつですね。その納屋は半分物置みたいになってて、そこにお中元でいただいたビールなんかも箱ごと保管していました。ある時母が首をかしげながら、何やら不安げなんです。だからどうしたんと聞いたら、どうも納屋に置いとるビールの缶が減っとる気がする、あらとのこと。確かに納屋には鍵なんかついてなくって、入ろうと思えば外から誰でも入れるような作り。でもこんな田舎の Google マップでもぼやけてるような場所Google マップでぼやけてる場所ないから、そうGoogle マップでもぼやけて映ってるような場所に泥棒なんか入らんやろと母の勘違いということで、その時は終わったんです。で数日後、朝からやっぱり母が、今度はビールが一箱なくなっと、絶対泥棒が入っとるっちゃと大騒ぎ。さすがにこれは母の勘違いだけじゃ済まされない、どうしたもんかなと思いながら、その日私は仕事に行きました。仕事を終えて自宅に帰ってくると、納屋の入り口で何やらゴソゴソしている父を発見。何をしてるんだろうと近づいてみたら、納屋に入る引き戸の入り口、人間の足のすねぐらいの高さのところに釣り糸を左から右にピーン貼ってて、そしてその釣り糸には壁に立てかけている魚釣りの時に使うタモの取っ手部分に結びつけられてて、タモの網の中に自分が飲んだビールの空き缶がびっしり入れられてました。これってもしや、そう思った私は、もしかしてやけど罠、そしたら待ってましたとばかり、あ、待ってましたと言わんばかりのドヤ顔の父が、そうよ、納屋に泥棒が入るときにこの釣り糸が足に引っかかるやろ、そしたらこのタモが釣り糸に引っ張られて倒れて中の空き缶がバッシャーンやろうがと自慢げ。いや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 、21世紀ですよ。そんな原始的な罠に泥棒が引っかかるわけないやんと思いながら、もう母の不安を少しでも和らげようとしてるんだなと思い、何も言いませんでした。父が原始的な罠を仕掛けたその日の深夜、2階で横になってテレビを見ていると、ガラガラガッシャーン、マジと思ったのもつかの間、玄関のドアがガラガラッと開くと
とど開く音と同時に待てこら貴さんと叫ぶ父の声。おいおいマジか。父に遅れること数十秒。外に飛び出した私、100メートルぐらい走ったでしょうか。やっと父と泥棒らしき2人に追いつきました。そこでは泥棒と胸ぐらをつかみ合っている父、体力と腕っぷしには自信がある父、しかし相手は泥棒、素手とは限らない、凶器を隠し持ってるかもしれない、うん、瞬時にそう思った私は格闘技のレフェリー並みの体の入れ具合で2人を引き離し、泥棒を投げつけて抑え込みました。私5歳から18年間ゴリッゴリに柔道やってて、投げるつもりはなかったんですが、ついつい体が反応してしまって、こいつが我が家に何回も何回も泥棒にと思うと腹が立ってきて、ちょっときつめに抑え込みました。すると遠くからパトカーのサイレンの音が近づいてきて、しばらくしてパトカー到着。パトカーから降りてきた2人の警官、ああやっと来てくれたかと思ったら、2人の警官から両肩をガシッと掴まれて、この人から離れなさいと言われる。いや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 、俺は違うから、被害者の方だよ。実は泥棒を取り押さえた現場のすぐそばの3軒すぐそばに3軒ほど家があって、その家の人がでっかい男が大声出して暴れてると通報したみたいで、それもそのはずです。私は身長175センチの体重90キロ、片や泥棒は痩せ身の初老っぽい男。しかも急な出来事だったんで、私の服装はトランクスに T シャツ1枚、旗から見たら完全に私の方が不審者。母が数日前から警察に相談していたこともあって、誤解はすぐに解けましたが、父と泥棒と3人で警察署に行っていろいろ質問され、家に帰ってこれたのは朝の7時。その日フラフラになりながら仕事に行ったのは言うまでもありません。しかしあんな原始的な罠に引っかかる泥棒がアホなのか、父のひらめきが良かったのか、今でも忘れられない思い出です。すごいね、すごいすごい。いやだから泥棒取り押さえるなんてね、うん、いやだからお父さんの罠良かったんですよ。本当本当、いや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 、21世紀ですよっていうのは関係ない。そうですね、そうそうそう、そういうことです。よかった捕まって。おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャー